ダンジョンバスターズ。漫画のタイトルはクソダサい昭和溢れる感じとシナリオ。地球に異世界のダンジョンが出現し、そのモンスターが10年後パンデミックしちゃう世界で、自分のうちにたまたま異世界ダンジョンを運よく引き当て、レアカードを引き当てた中年の人族のオスが勝ち取った幸運を武器に成り上がるシナリオ。分析と検証を重ねて効率を重視するなんて今までいなかった。と驚くシーンがあるのだけど、人族は多様だからそういう個体はいるだろって思うのぜ。よくあるジャンルで魔法がプログラムみたいになってて、プログラマーが無双するジャンルも、仮にプログラムが存在しないような世界でも法則を見つけてプログラムのようなことを理解し実行する現地人は存在すると思うのぜ。そのあたりを異世界人しかプログラムできませんでしたとするあたりが、どんだけ異世界人はおバカなんだよと違和感を覚えます。内容がめちゃんこ面白かったら重箱の隅は気にならないものなのだけど、普通に面白い程度の作品だとそういった違和感で足が止まっちゃう。そこが作品の質を一段下げるかどうかになる。やや癖のある絵柄だが、絵柄がとてもお上手で、日韓ある人族のメスの描き方がベネ、アベ、トランプ時代に書かれた小説なのが見て取れる感じと、この手の漫画や、ゾンビ映画にありがちな特殊部隊や軍隊が一般人よりもクソ雑魚なのはご愛嬌。漫画としては面白く、どうやってこれから成り上がるシステムを構築していくかが気になるマイクラ的な漫画。いいねこれ。チャンネル登録。